おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発しよう。じゃあ行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所に。おじさんは、なんで母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の瑞希、つまり、お前のお母さんなら、何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんも、どこ行っちゃったんだろう。お前は、どうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの。いや、野暮なことを聞いた。すまん。ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？え、どういうって？で、何？あなた、この子のお父さんかなんか？ああ、そうだ。ああ、本当に。じゃあ、身分証明できるもんある？持ってないじゃないのよ。ちょっと署まで来てくれる？ダメだよおじさん、私ひまわりに連れ戻され。まあその辺も署でゆっくりね。ん？何やってんの？なんで逃げようとするんだね。ああ、はい、そこまで。ああ、おじさん、なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。行こう。弓はお前に手紙を届けに来てくれたんだろう？うん、お母さんからの手紙。毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。ここだよ、おじさん。すごい立派なビル。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そう。
そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。ちょっといい？何した？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。城みたいに広いね。フロア丸ごと全部だなんて大した店だ。バブルの頃でも見た。あ、いた。おじさん、こっちだよ。お母さん、手紙でね、自分のお店がモテることすごく喜んでた。きっとここのテーブルとか食器とか全部お母さんが選んだんだと思う。そうだな、きっと高級品なんだろうが派手すぎず落ち着いて過ごせるように気配りが行き届いている。おじさんもここでゆっくりできるといいね。それはさすがに無理だな。金が足りねえよ。大丈夫だよ。だって由美お姉ちゃんのお友達なんでしょ。お母さんもきっとサービスしてくれるよ。それはそれで気が引けるだろうな。遥か、お前なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。由美もそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。